はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4 DLC 第3弾ファーハーバーの続きをやっていきますが、今はサンクチュアリにおります。ウェイストランドワークショップだっけな、第2弾で追加されたその家具だとかオブジェクトをサンクチュアリにもいろいろ立ててやって、この辺ランプ満載だったけど、このおしゃれな街灯を立てたり、あとはそれで電力が少なくなったので、向こうの方に風力発電の機関を4つぐらい並べたりと、まあ、サンクチュアリもどんどん、もう何回も同じこと言ってるけど、おしゃれになっていっております。今日も一日激務だ。一生同じだ。で、満足度が86。そして、そのワークショップ関連で言うと、まだこれから DLC で追加されたり、あと、追加のストーリーだとか場所だとすると、ヌカワールドだとかいう、ヌカコーラ風なワールドが追加されたりするだとかあるらしくて、もうほんといつまで経っても息子を助けに行けないっていう状態だけど、それから、前回レベルアップしたので、武器モジュールを最高まで上げて、武器に最高ランクのガジェットを付けれるようになったので、多分相当強くなったかな。ただレーザー系とは別のパークが必要になるから、今のところハンドガンと AR だとかが最高のランクの銃器になったと思います。ピストルも多分最高かな。で、前回はあの放射の付けの場所で水飲まされたりして、とりあえずこれでチルドレンオブアドムだっけな、仲間入りが多分できると思うんで、じゃあファーハーバーのあの場所まで行こう。そうだ、ニュークリアスだ。ニュークリアスにやってきて、朝日がすごいな。朝日、夕日、戻ってきたか。期待以上だ。アトムはお前に何か見せてくれたんだ。泉は毒だった。間違ったことは言っていない。泉は毒だった。あの泉は毒だった。俺を殺そうと。あの水はアトムの光の恩恵を受けている。お前は死なずに戻ってきたが、体験したのはそれだけか。不気味な女が現れたんだけど。不気味な女に案内されて像を見つけたが、どういうことだ。女？像に案内されただと？どんな女性だ？何を見た？霧に覆われた影だった。まるで異世界のようだった。彼女は生きた影のように霧に覆われていた。なんてことだ。本当に見たのか、霧の母を。母はアトムの使者だ。あの方の計画とファミリーの未来にとって重要なものを案内する役目を担っている。あの方、彼女は最初に我々をこの場所に導いた存在だ。お前にも姿を見せたのなら、お前に用意された道は明確だ。次のステップに進む覚悟があるなら、お前を仲間として受け入れよう。目的は違うんだけど、アトムの後をつける。彼の後をつけるつもりだ。そうしよう。明暗だとは思えない。あの人たちのことはよく分かっていないし。中に入って上級調剤司祭の説教が終わり次第、彼に像を渡してくれ。興味を持つはずだ。彼と話したら私のところに来てくれ。お前にぴったりの任務がある。そしてこれだ、ふさわしい衣装だ。だが覚えておけ、我々は皆アトムの熱心な信奉者だ。使者であるかを問わず背信行為は許されない。ようこそブラザー。装備くれるの？ローブ？あ、ローブだけ、ローブだけ、ローブ。いろいろ追加された。これ？ああ。お？あ、これだけになっちゃうのか。なんかスカイリムにいそうなキャラクターになったが。ラットレジストがあるのか。とりあえずこれ着ていくか。中では調剤司祭が説教を切り上げたらしい。中に入ってみた方がいい。
調剤司祭。奴らの運命は決まってる。そして奴らはそれを知っているんだ。バーハーバーの人々はボタン？聖なる木の形で示されたボタン？トム様ご自身の顔を窓から空を見上げて知ればいいんだ。あ、この土地は機能してない。避けられないとは彼らは拒否する。コンデンサーの背後で我々を嘲笑し、宣教師を殺し、彼らに光をもたらそうと願うだけの人々。調剤司祭なるものがお話ししてるんだけど、ディーマのターミナルにアクセスすることが目的なので、無知打たれた犬のように向こうっぽいな。年月の後で我々の目的は明快だ。そして私は勝利の鍵がニュークリアス自身の中にある調剤司祭あると知っている。秘密はあの忌まわしいロボットによって隠されており、調剤司祭と話をしてからまた来てくれ。それがあれば家族に貢献できるといいな。エヒタ、ちょっとこの人無視してターミナル探すか。聖なる霧が異端者の土地を浄化する。ああ、宗教。これは永遠この上、この先っぽいな。新しい日の夜明けだ。みんなアトムに栄光あれ。はい、ちょっと失礼しますよ。アトムに栄光あれ。しめしめ、人がいるが。気をつけてね。はい、失礼します。中にある秘密を探ろうとした信者は基地の衛兵を起こしてしまった。だから上級調剤司祭の依頼でない限り。司令センターには近づかない方がいい。調剤司祭の使いできたよ。大丈夫だ。上級調剤司祭の使いできた。もちろんそうでしょうね。上級調剤司祭の行為を求める人は大体みんな同じ顔をしてるから。でも危険に立ち向かう勇気があるなら止めはしない。アトムのご加護あれ。はい、失礼します。あ、お、確かにヤバそう。どうしようかな。ここをまっすぐ行くのはまずいな。これやられたのか。ぬかグレネード。いやー、どこか迂回できそうなルートないかな。ドアありそう。でもちょっと目的地から遠のいちゃうな。作業だい。誰もいないな。あれ、ここ通れない。何もない。何もないか。となるとさっきのとこ通んないといけないんだな。近づいたら止めたりできるとかじゃないのかな。できるじゃん。あ、右側もやった方がいいか。ちょっとこれコツコツやっていこう。ニック危ない、ニック危ない、ニック危ない、ニック危ない。あれ、ニックニック普通にするよ。ちょっとニック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 よ。パワーアップした武器あれか。で、待て待て待て。うん、ガッツイロボット。
ロテクトロンもいる。プロテクトロンって異常に強かったりするんだよな。倒した方がいいか。ここじゃない。このエリアは安全です。そうだよ、安全だよ。こんな奥にターミナルある？ん？オーバッシュ隊からの命令。注意注意注意。キャップ。弾がそこそこある。プロテクトロンがいた。倒しちゃうか。あ、強くない、全然強くない。全然強くなかった。そい。ドア、階段、ターミナル。なんか普通に人が住めそうなエリアではあるんだけど、ここ入ったら怒られるのかな、本当に。ずっとなんか警報が鳴ってるんだけど。さあ、近いんじゃないか。当選します。待て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 、インベーダークリティカル。おっ、危ない。あれ、目からビームマンじゃない、メカラビームマンプラス爆発マンだったが、びっくりした。ハンティングライフル、敵をペースト状にする。核物質なんて持ってるし、若干放射能があるので、まだいるな。ターレットだった。ん？プロテクトロン？ガーディアン？セーブしよう。まだ何かいる？どこだ？いや、どこだ？あ、これか。こっちは出口？ん？ニュークリアス？ああ、別の出口？あ、こんな上から。戻ろう。さてと、情報収集ですよ。お、弾たくさんある。この辺もらってこう。アクセスターミナル、ドアコントロール、開ける。このレバーは何でもない。ここが中枢かな。あ、技術資料があったよ。忘れがちだけど、 BOS の人たちに持ってこう。キャップに変えてくれちゃうから。キャップ今いくら持ってんだ。4907。開く。なんかのアカディアと同じようなマシーンが多々ある気がするんだけど。で、そのターミナルってのはこれだな。ん？コンピューターシミュレーションインターフェースオフライン。
電源送ってやんないといけない？電源こっちなんだ。開かない。電源どうするよ。電源どうしよう。これじゃないか。これだった。ん、待って、インベイダー。ああ、ニックが死ぬ。ニックが死んだ。撃てで爆発するから引く。で放射能が湧く。そっから出てきたか。大丈夫。いいね、これも強化しちゃおう。さあこれで OK。 メモリーがたくさんロックされてるやつもある。お？メモリーを回収する。え？何これ？え？何このなんか。これを聞いているということは、私のメモリーバンク内に到達した。いやいやいや。一息ついてください。一度には大変でしょう。え？回収する？お、あ、なんか体がふわっとしてる。あなたの見ている構築物はデータです。私のデータ。私が椅子につながると目に浮かぶ光景です。あらら。落ちちゃった？あなたが使っているのはその技術の古いバージョンですね。そこに落ちたのか。ダイレクトニューラルワイヤーではなく脳波スキャナーです。周りを見てください。遠くに黄色い柱が見えますか？あ、あれだ。あれが長期記憶保存装置であり目的地です。ディーマの声だな。ですが簡単にデータが取り出せるわけではありません。インデクサーというプログラムはそのホロテープにロードされています。動き回っている小さな緑色の存在がそうです。あれか、見えますか。インデクサーの目的は一つ、黄色い柱にあるデータを取得して記憶のアクセスポイントまで持ち帰ることです。彼らが目的地まで行き無事に戻れるようにあなたがサポートする必要があります。なるほど。記憶の全データを回収したらあなたが理解できるようにプログラムが翻訳してくれます。こういうことか。シミュレーションからはいつでも脱出できるから心配はいりません。リセットはされないので脱出時の状況から続けられます。ご丁寧に説明してくれちゃったが、よし、隙間を乗り越えましたね。あ、乗り越えた。次はセキュリティシステムへの対処が必要です。赤いファイアウォールがあなたとインデクサーがデータにたどり着くのを阻んでいます。これか。緑色の光線が見えますか。デコーダービームです。あ、なるほどね。それでファイアウォールを破壊できます。脆弱なところに光線を向けるだけでいいでしょう。おお。こういうパズルなら、パズルってちょっと苦手意識があるけど、こういうパズルならいけそう。で、なんかあれが手際臭いんだが、こういうのを置いとけばいいのか。で、この辺のコードブロックを移動させておくと、まあ動きやすいようにもうちょっと置いてあげよう。よし、隙間を乗り越えましたね。あ、で、次はセキュリティシステムへの対処が必要です。え、これを？赤いファイアウォールがあなたとインデクサーがデータにたどり着くのを阻んでいます。向きを変える。緑色の光線が見えますか？デコーダービームです。それでファイアウォールを破壊できます。脆弱なところに光線を向けるだけでいいでしょう。よし。で、足場作ってやって、どういうデータ構造をしてるんだろう、これは。いいですね。これでデータへの道筋をコードブロックで描ければ、インデクサーが仕事に取り掛かれます。インデクサー？
ちょっともうちょっと足場作ってやろう。あ、撃ってる撃ってる。あなたの存在を検知して警戒している。急いだ方がいいでしょう。これだ。システムが取る対抗手段に対して防御システムを展開する必要があります。データを取得したインデクサーがアクセスポイントまで戻らないように、はい、システムのセントリーはあらゆる手段を尽くして妨害するでしょう。これで破壊してもらおう。 40%OK。 これがあれば倒してくれるか。自身では攻撃できないんだ。 40%。 来てる来てる来てる。データブロックをもう一つ回収。侵入プログラムの弱体化を開始。まだ 40%。 あ、行ってる行ってる行ってる。侵入を検知、対抗手段を発動。対抗手段。侵入インデクサーを検知。もうちょっといい置き場所あるかな、これ。不正インデクサーの削除完了。よ、戻れ戻れ。60%、80%で、これで 100% だ。侵入プログラムを検知。記憶ファイルを検証中。 100%。 ここでの仕事はおしまいです。これで次のメモリーにアクセスできます。なるほど。この記憶が保存されているデータストリームに入ればよいでしょう。メモリーファイル識別 0V-9AX0。 音声に切り替え、再生開始。ファーハーバーとの関係は良好ではありません。わけもなく同胞の数人が襲われ、唾を吐かれ、尋問を受けました。事態は手に負えなくなりつつありますが、信じてもらうチャンスはあります。彼らの誰か一人を味方につけたい。何をするつもりかは誰にも話せません。アカディアの遥か彼方に設備を用意しないといけない。そこは証拠を埋め隠すことも兼ねる場所です。追加の場所のデータを添付。リムポップ工場の下にある医療施設、座標をダウンロード。マップがアップデートされた。じゃあ情報が欲しいたびにこのパズルを解いて情報を引き出さないといけないんだ。これは終了。さて、特にこのチルド・レイン・オブ・アトムの人たちには怒られそうにはないけど、いちいちここに来ないといけないのか。まあ、ここでどんどん回収してもいいんだね。マップがアップデートされたというのは、ここか。よし。どうしようかな。あとこの2つ、あとこれもあるのか。先に全部解除しちゃった方がいいな。じゃあ、今回ここまでにしようかな。ちょっと、多分、難易度は上がっていくと思うんで、このパズル。だから、音声のところはしっかり取っておいて、パズルはちょっと動画外でパッと終わらせちゃいたいと思います。それでは、今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。